皆さんこんにちは。今日はこのネイルアートのチュートリアルをやります。じゃあまずは好きな色をベースとして爪全体に塗って乾くのを待ちます。ニアンカラーでも何でも OK です。で、色が乾いてきたらこういう形を指3つにやるんだけど、これは逆フレンチネイルっていうんだけど、今アメリカで流行ってるのね。で、真ん中からこうやって塗ってから両端を少しずつ塗って、そしたら逆フレンチになります。で、好きな色なんでも OK です。黒じゃなくてもね。あとの2つの指はまっすぐな線を塗ります。で、乾くのを待ちます。で、乾いてきたらラインストーンでデザインをするんだけど、これは Amazon で買ったんだけど、日本のアマゾンにも似たようなのがあるので、下の方にリンクを貼っておきます。で、ラインストーンめんどくさい人は細いペンのラメのマニキュアでも OK です。で、こういうのダーリングトゥールって言うんだけど、これで水玉模様ができるんだけど、持ってなかったらピンでも OK です。で、そのダーリングトゥールも日本のアマゾンに見つかったので、リンクを下に載せておきます。で、こんな感じで水玉模様をします。で、乾くのを待ちます。で、その後にラインストーンこうやってつけるんだけど、クリアコートかトップコートとかをこうやってのせて、で、爪楊枝も使うんだけど、こんな感じに塗ってから爪楊枝をちょっとマニキュアにつけてから、ラインストーンこうやって取ると結構くっついて楽なので、こんな感じで作業結構細かくてめんどくさいんだけど、まあゆっくりやれば大丈夫で、これが終わったらちょっとだけ軽く押してあげると、くっつくので、本当に軽くね。で、もしまっすぐじゃなかったら爪楊枝で軽くまっすぐにすれば大丈夫で、結構強くやっちゃうとマニキュアが取れちゃうので、本当に軽くね。で、真ん中の指、水玉やったところにラインストーンを乗せるんだけど、このステップ嫌だったらなしでも OK です。で、終わったら指全体にトップコートをつけて完成です。で、このデザインはなんか減らしたり増やしたり違う色とか使ってやれば結構違うデザインになるので、ニアンカラーでもいいし、そのままでも OK です。で、もしニアンが派手すぎて嫌だったら黒をつければちょっとニアンカラーが派手じゃなくなるので、で、もし暗い色を派手にしたかったら白、黒の代わりに白をつければちょっと派手、明るくなるので、まあこんな感じで自分で様子を見ながらやってみればいいんじゃないかな。